今回は、パーティクルの発生源をテクスチャーによってコントロールする方法をご紹介します。もちろん、テクスチャーの形状に沿ったメッシュを用意し、サーフェースエミッターを使用することで、テクスチャーの形状に沿ってパーティクルを発生させることはできますが、この場合、テクスチャーの大きさを変えたり、またはテクスチャー自身を置き換えたりする場合などに柔軟に対応することができません。 まずはサンプルとして板ポリゴンを用意しましょう。少し大きさを変えて正面に向くように回転させます。マテリアルの名称をプレインと付けておきましょう。こんな感じですね。では、この板ポリゴンに対して白黒のマスク画像を貼り付けます。 レンダータブへ移り、このモドのロゴを、えー、板ポリゴンに貼り付けてみましょう。ちょうどこのような感じで、えー、画像が貼り付けられています。今回はこのテクスチャーの黒い部分、このロゴのマークと文字からパーティクルが発生するようにしていきます。標準で用意されているパーティクルの発生源、 つまりエミッターには、ラディアル、サーフェイス、カーブ、ソースといった4種類しか用意されていませんので、単純にこの中のエミッターを使うということはできません。今回はまず、サーフェイスパーティクルジェネレーターを使って、サーフェイス上に貼られているテクスチャーに対しポイントを発生させ、その位置をパーティクルの発生源とすることで、 パーテティククルがテクスチャーから放射されてていいるような表現を可能にしていきます。では、アイテムリストのアイテム追加から、パーティクル、ポイントクラウズの中にあるサーフェースパーティクルジェネレーターを追加します。このポイントクラウズの中に入っているのは、シミュレーションするパーティクルではなく、あくまでポイント位置を発生するためのアイテムとなります。 このはサーフェースパーティクルジェネレーターはサーフェース上にポイントを配置するアイテムであり、プロパティのソースサーフェースから配置する元となるサーフェースを設定します。今回の場合は板ポリコンであるこちらのプレイン、これを指定します。ビューの表示をワイヤーフレームに切り替えてみると、 サーフェイスパーティクルジェネレーターで作成した黄色いポイントが板ポリゴンの前面に配置されているのが確認できます。これをテクスチャーの黒い部分だけにポイントが発生するようにしてみます。では、レンダータブへ移り、アイテムリストからサーフェイスパーティクルジェネレーターを選択したら、右クリックで、アイテムマスクの作成、こちらを選択します。 すると、Shader ーーツリーの FX という箇所に Surface Particle Generator のグループができたのが確認できます。さらに、Shader ーーツリーからこの板ポリゴンに貼ってある画像をクリックし、この画像のインスタンスを作成します。作成したインスタンスをこちらの FX の中にある Surface Particle Generator へとドラッグドロップします。 ドラッグしたら、えー、このインスタンスの画像を、えー、右クリック、エフェクトのところで右クリックして、えー、現在フォールオフ値になっていますが、パーティクルエフェクトからパーティクル密度へと変更します。そうすると、ちょうど今ロゴ画像をくり抜いたところ、白い部分だけにパーティクルが発生しているのがわかるかと思います。 小さくすると分かりやすいですね。白い部分にサーフェイスパーティクルジェネレーターで発生したポイントが配置されています。今回は黒いロゴマークの部分にポイントを発生させたいのでテクスチャーレイヤーのタブから反転をクリックしておきます。テクスチャーの黒い部分にポイントが配置されたのが分かります。これで発生源は完成です。あとはセットアップタブに戻り、 パーティクルタブにあるソースエミッターを追加します。このソースエミッターのソースというところから、くり抜いたサーフェースパーティクルジェネレーターを設定するだけです。あとはパーティクルシミュレーションで、こちらもわかりやすいように色を変え、サイズを変え、Z 軸に対して引っ張られるように、わかりやすいように重力仕様をオンにして、シミュレーションしてみると、 ちょうど、えー、板ポリゴン全体ではなく、黒く抜いてあったロゴ画像のところから、パーティクルが発生するようになったのがわかるかと思います。この処理により、パーティクルは、ラディアル、サーフェイス、カーブ、ソースという4つの種類だけでなく、テクスチャーからも発生させることができるようになりました。 今回、サーフェイスパーティクルジェネレーターを白黒のテクスチャーによってコントロールし、パーティクルの発生源を制限しましたが、この手法を用いることで、テクスチャーで制限した一部の箇所だけにリプリケーターでメッシュを配置したり、ボリュームを配置するなど、他の用途としても広く活用することが可能です。